はい、皆さん、こんにちは。アジアで生きてるマニラのブル、ブルじゃないや。ごめんなさい、バイオレットです。えー、最近ブルブルでやってた機会が多かったもんですから、ブルブルと言い始めちゃいました。えー、バイオレットです。紫けいちゃんです。はい、えー、ということで、えー、ちょっと仕切り直しのブライバイオレットけいちゃんです。ということで、どうでもいいんですけど。<laughs> えーとですね。 はいえー、今回の話題なんですけども、ちょっとね、今回のこの記事に関してはですね、ちょっとね、もう2、3日前の記事なんだけど、ちょっとね、私もね、えー、気がついてなくて、ちょっと気がついたんですね。でね、あの東国原さん、えー、元、ね、衆議院議員のね、今現在、今現在この人の本職、何なんですかね、タレントなんですかね、<laughs> 東国原さんが、えー、ちょっと例のですね、KK 息子のその試験、 ニューヨークの司法,司法試験にですね、また落ちちゃいましたね、また不合格だったですね、というような中で、えー、なんだっけ、TBS 系のまた出てきましたね、ゴゴスマゴ5スマイル、えー、皆さんご覧になりましたでしょうかということで、生出演を東国原さんがしてですね、で、実際のこの KK 息子の試験の結果についてコメントをしたという話なんですけども、 えーとね私が知る限りだと、この東国原さんは、確かにこういったようなね地上波の番組に出てですね、今までは大体いいその地上波の番組に出てくる人はね、そういうふうに言わされちゃってるんでしょうけども、もうこうやってあげますよね。一生懸命こうやってあげるような、えまた、 えー、次頑張ってくださいとかですね、そういったような表現をする人が非常に多いんですけども、東国原さんはね、どっちかというと、なんかね、ある程度、ある程度はその公平にものを見てるような表現を今まで地上波の番組の中でもしてたっていう、私はそういう印象があったんですね。なのでちょっとね、この記事。 ちょっとね、日にち経っちゃったんだけど、気がついてですね、あ何、何どういうこと言ったのかなと思ってですね、ちょっとね、えー、き記事の中身を見てみました。えー、なのでね、これね、えー、と21日、21日の、えー、そのゴゴスマゴーゴースマイルの生放送の生出演の中で、 この東国原さんが言ったという話なんで、もしね、その番組、生,生放送のですね番組を21日にご覧になっていた方がですね、えー、いればですね、この東国原さん、実際のどういう表情で、で、こういう表現を言ったのかということがね、えー、お分かりだと思いますので、またちょっとね、コメント欄を通じて教えてもらえればなという気がいたします。でね。 でね,でね <laughs> なんですけどもどういう表現をしたかというとまああの記事のねこれスポニチの記事を私は引用してるんですけどスポニチの記事自体はねまあその KK、えー、息子の名前がなかったよとかね、えー、なんか試験が3068人受験しましたよで1378人が受かりましたよ合格率45%だったよとかねまあもう皆さんよくね、えー、ご存知の内容なんで、まあ、そんなもんどうでもいいですねもう今更ねで その東国原さんがどういう表現をしたかというと例えば2度目3度目になるともっと厳しくなるらしいんですけどねどうされるのかなみたいなねちょっとねこれ皮肉っぽい表現じゃないかなと思うんですけどねちょっとね実際の本当に私のこの番組を見てるわけじゃなくてどういう表情でねこの東国原さんがこういう話をしたのか非常に興味があるんですねもう一回言いますね2度目3度目になるともっと厳しくなるらしいんですけどねみたいなね でどうされるのかなってね。なんか、まあ、あの、表情がね、どういう表情だったか非常に興味ありますけども、なんかちょっと皮肉っぽい、皮肉らしいような表現ですよね。どうされるのかなもうやめろよみたいなことはちょっとね <laughs>、えー、心の中では思いながら言ってるんじゃないかなっていうふうに、私は思っちゃうんですけどね。まあ、そういったようなコメントをして、で、MC のフリーアナウンサー、石井良二さんがですね、 一部報道によると5点足りなかったということなのでもうあと一息と話すと東国原さんが「自己採点なんですかね」点数が好評になるのか分かりませんけど「惜しかったという感じがしますね」みたいなことをね言ってたらしいんですけどもまあこのね番組の性質上というかですねこの地上波の性質上、まあ、この「惜しかったという感じがしますね」っていう表現は せざななかったようししますしね自己採点なんですかねなんていうのはちょっとなんかね皮肉っぽいような気がしますけどね。この本当5点足りなかったらそんなことわかるのっていうようなことはね本当なのっていうことをなんかね言いたげな表現だったんじゃないのって私は勝手に想像してますけどね。だから本当ねこの番組の中でねこの東国原さんがですねどういうような表情をしてですね。で 今ちょっと申し上げたようなですね、この表現をしたのかな。ねどうされるのかなってね、なんかニヤニヤしながら言ってたんじゃない <laughs> 腹の中でも,もうやめろってね、思いながら、ニヤニヤしながら、こういうようなね、表現をしたんじゃないのって私は思っちゃうし、自己採点なんですかねなんていうことは、まあ確かにね、本当にその,あの自己採点なんかできるのかどうかっていうことは、さすがにこの東国原さんね、 あの経験問題そこまでのことは分からないとは思いますけどもねなんかね意味深な表現ですよね自己採点なんですかね,ねそんなこと分かるのみたいなね5点足りなかったってね勝手なことまた言ってんじゃないのって言えることを本当は言いたいんじゃないの <laughs> この人は <laughs> でもなんかね言えないから地上波だからねあげなきゃしょうがないっていうことで 自己採点なんですかねみたいなね。ちょっとね、思わせぶりな話をして、ね、でなおかつ点数がこういう表になるのか分かりませんけどってね、また思わせぶりな表現をして、まあ仕方ないから惜しかったという感じがしますねってことで、仕方なかったからそんなこと、そんな表現をしたんじゃないんですかというようなね、えー、ことを私は考えて、考えちゃいますっていうことなんですね。ちょ申し上げますね。21日です。 え4月の21日の TBS 系「ゴゴスマゴーゴースマイル」これ月曜日から金曜日の午後にやってるんですかね午後の1時55分にやってるようですので21日って何曜日だったかな何曜日でしたかねちょっと忘れちゃったけどまあとにかく21日にえやってえその生出演を東国原ねさんがえ生出演しましたとなという中でさっき私がね言ったようなその表現をしてたということで うううんんっていう感じがしちゃうんだよねまあ大概あの、まあ、私もねあのこの中華の番組なんかほとんど見てませんし見る気もしないしあの見たくもないしねえなのでそのえバンコクにいてもですね日本のケーブルあのケーブルテレビを使えば日本のチャンネル見れるんですよ日本の全てのチャンネル。 一応お金さえ払えばね、見える,見えるんですけども、私、あえて、バンコクの自宅にはね、何も入れとりません。どうせ、もう見たってしょうがないから。<laughs> 見たってしょうがないし、別にそんなものをね、なんかそのね、全然アゲアゲのね、話ばっかしじゃないですか。特にこの経験問題に関してはね。そんなアゲアゲのね、ありもしないようなことをね、えー、その地上波の番組で言っ,言,っ言ってるようなことをね、言ってみればフェイクみたいなもんじゃないですかね。 フェイクみたいなね、ニュースをね、お金払って誰がお金なんか払うかなと思ってね、日本のチャンネルの、特に民放のチャンネルに関しては一切ですね、えーまあ、NHK も含めてなんだけどね、NHK だってろくなこと言ってないから、<laughs> NHK も含めて日本のチャンネルは全てケーブルテレビの、私毎月のお金払っておりません。やっぱり見てるのはね、 実際はそのアメリカの CNN とかあるいはイギリスの BBC とかですねシンガポールのチャンネルニュースエイジアとかねそういったような日本以外のそのニュースチャンネルを見てますね。NHK ワールドの、ね、英語版はねなんか勝手に入っちゃってるからそれだけはね見れるんですけどもそれも見てないな。<laughs> どっちかっていうと NHK ワールドの英語版見るんだったらじゃあ CNN 見ようかなっていうね <laughs> なっちゃうんで一切見てないですね日本のチャンネルはね。 まあそれはすみません。ちょっとかなり脱線しちゃいましたけども。まあ、そういうようなことでもう一回言います。21日の TBS ゴゴスマゴーゴースマイル。えー、もしですね、ご覧になった方は、ちょっとまた <laughs> あの、ね、あのコメント欄に通じてね、どんな,どんな表情をしてね、この東国原さん話してたかなっていうのは非常にちょっとね、個人的な興味あるんで、ぜひ教えてくださいみたいな感じです。はい、ご視聴いただきましてありがとうございました。それではまたね、次の動画。バイバイ。